始めましょう、ね、はい、よろしくお願いします。あれ、あ、あら、間違えました。そんなのがあるからね。もうそのままやっちゃっていいですか。はい、時刻は10時半を回りました。はい、4月22日木曜日のデジタルコピーカフェの時間です。テンパってます。皆さんおはようございます。おはようございます。久しぶりのミキサーです。うん、本当はね、あのデジタルコピーカフェの番組タイトルを流す予定が、はい、久しぶりに入るとこんな感じで別の曲が流れるっていうハプニングです。はい、うん、早速転んでます。おはようございます。おはようございます。ということで今日はあのスタジオの方には私がミキサーに入りながら、うん、夏美さんとマスクマンがコメンテーター的な形の場所にいます。おはようございます。おはようございます。お、お、なんか言ってる、なんか言ってる。はい、はい、ということであの今ラジオを聞きの方は何をやってるかよくわからない部分があるんですけども、はい、今スタジオには私を含めて3人が、はい、入っています。で実際ちょっとあの今日朝から雨ということもあっていろいろとこうどんよりした空気がこのスタジオを包んでいる雰囲気もありますけども、台風がそれてね若干ホッとしている部分もあるんですが、4月ももうそろそろ終わりを迎えます。来週で終わりなんですよね、確かね。そんな中、はい、久しぶりのチャーコルビー、最後まで私がミキサーをするのでお付き合いよろしくお願いいたします。ということで、よろしくお願いします。かなり案内なんかミキサーの種類が結構増えて、うん、ちょっといろんな機能が出ていますけども、ツイキャスをご覧の皆様は画面の方で今マスクマンと夏美さんが映っているのがあると思うんですけども、ちなみにこういう技もできます。ワイプ、はい、クピッポーということで、ツイキャスを見ていただいている方は画面がこう変わっているのが分かるかと思うんですけども、うん、まあ、そういう意味で、見ていただいている方はコメントの方もよろしくお願いします。はい、あとイメールでも、はい、イメールの方でもご意見募集しています。夏美さん、はい、アドレスをよろしくです。メッセージ追加よろしくお願いします。アドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com まで、はい、ということで、ツイキャスももうパコパコ上げてください。パコパコ、パコパコ上げてくださいね。はい、ということで、はい、早速来てますよ。お、うんと読めない。長谷川淳さん、はい、癖の強いフェイスシールド多分このこっちのマスクマンのことだと思う。はい、長谷川淳さんでよろしいですか。長谷川淳さん、ありがとうございます。はい、ということで、まああの、うん、マスクが当たり前になってきているこの世の中ではあるんですけども、はい、少しずつ少しずつそのこう影響が広がってきている感じもありますが、うん、なんか東京でもね、なんか緊急事態宣言が出されたみたいな話もありながら、うん、一方でちょっとあのコロナのワクチンが、うん、まあ高齢者の方からスタートしますみたいなお知らせがね、うん、今の市の方でも書かれてたりとか、いろいろとその対策も含めてコロナとこう向き合う事態が少しずつ少しずつ広がってきてるんですけども、オリンピックどうなるんですかね。ちゃんとできそうですかね。ピッポー、オリンピック今日走ってましたよ。何が、うん、朝のテレビであの聖火ランナー、今どちら辺なんですかね。どちら辺かな、多分シベリア。シベリア、うん、シベリアは今のところ寒いのかね。寒いでしょうね。ゴジラの逆襲でアンギラスとゴジラが戦ってたところですね、うん、それは嘘ですね。北極でしたね。南極は北極ですね。まあどうでもいいんですけどね。どうでもいいね、はい、うんうん、そうそう、まあ、長谷川さんからも来てますけども、ね、自分たちがねワクチン接種を受けるのは、まあ、年末頃なのかなという
ですかね。あ、そうか、ね、お年寄りに近い活動されてるから ね、お年寄りの匂いを嗅げる距離にいますからね。てかもうすでにね、雰囲気がお年寄りになってね、今日も ね、あのドリンクを購入する場所をどこに止めてって言ったんだっけ。ローソンだったんですけど、なぜか脳みそにフェスティバルという頭が出てきて、フェスティバルビルに止めてと言ってしまいましたね。懐かしすぎるですね、フェスティバルって中にありましたね、国際通り。あったね、一部の人しか行こうからないかもね。そうですね、世代ですね。どうしたあのタイミングで、こんな時代で、あのタイミングでフェスティバルって言ったのかね。なんでですかね、なんかお祭り感があったんですかね、最後の帰り途中が。そうかそうか。あ、なんかまた止めてきますよ、なんかワクチンで、この長谷川さんの情報からすると、ハワイに友人の方が2回接種して、副作用があるから気をつけてねみたいな情報が入ってるみたいなんですけど、どんな副作用があるんですかね。どうなんだろう、うん、まあ、急にこう熱そのものがこう逆にこう出てきたりとか、うん、そうですか、体調がちょっと優れないとか、いや、プッポーとか言い出したりとかするとかあるんですかね。だからね、なんかほら昔ほら、なんだっけ、これはインフルエンザとかなんかね、副作用で急にね、こう激しくこう行動したくなるみたいな、発熱と倦怠感だそうです、長谷川さんが。そういう意味でもこういう副作用があったとしてもマスクマンとしてはやっぱりワクチンを受けてみたい感じは。いや、受けざるを得ないんじゃないですか。僕は断れないの、これは。断はどうなんですかね、まだ言われてないんでわかんないですけど、うん、まあ、受けてって言われて断る理由もないから受けるんじゃないですかね。じゃあまあとりあえずこれ一応2回受けるんだよね。あ、そうなんですね、うんうん、でうちの奥さん実はね、医療機関の方で活動してるもんだからすでに2回受けたんですよ。あ、もう受けてるんですね、うん、で1回目よりもやっぱ2回目の方がねちょっとね副作用がねちょっと出てね、ちょっと辛い感じでしたよ。なんかね、気だるくてね、やっぱりこう股間がつるとちょっとムシムシが痛いみたいなことも言ってて、寝てましたよ。すみません、毛だるくておかんがするって言ったから、なんか頭の中に毛だるいおかんが出てきた。ごめん。ダウナーなおかんが、毛だるいおかんが出てきた。なんかちょっと日本語すごく不思議で、毛だるいおかんがどうのこうのの話じゃないですからね。オバタリアンって昔漫画ありましたけど、あのデザインのおかんがね。そうですね、そう、まあ、そう、長谷川さん言われてるように、このやっぱり、お薬のことも考えると、今日2日間くらいね、ちょっとお休みを取ることもイメージして、はい、いただけないと、すごくね、逆に自分の生活そのものが、新たな課題が出てきますから、うん、まあまあ、そんなこんなで、はい、まあ、コロナのことから入りましたけども、はい、ケタルさんのこの話をしていくと、最近ね、ちょっとやっぱりこの天気のことも相重なって、うん、で、今月またね、今年度がスタートしたっていうこともあって、新しい変化っていうことも含めて、ちょっとね、普段感じることのない刺激に、体がちょっとびっくりして、ちょっと逆にこうどんどんこう疲れちゃったりとか、まあ、それを打ち合わせで話していってる中で、なんかまあこれをこうマスクマンの方ではこう虚無感っていうね言葉を表現する虚無感。ピッポーピッポー、虚無感って言葉皆さん使います？どうなんですかね、虚無感なかなかね。オール阪神巨人がいて巨人がいない状態を虚無感って言うんですよね。それ違和感じゃなくて、違和感だね、そうだね、うん、あ、マスクマンの存在自体が違和感違和感、違和感、違和感だね、承認欲求という感じです。まあ、その虚無感というものに関しては、まあ、何かしらこう、何事にもおいてこう意味と価値が感じられないだったりとか、結構自分のその楽しんでるものがちょっとなかなか楽しめないとか、マスクは最近今なんかノリノリな感じに受け止められるような発言をしてますけど、うん、ピンポピンポ言ったりとかして、実は最近まで虚無感に襲われてたんですね。知ってる中でこの、ね、番組やめる言ってたもんね。そうそう、あれは原因があるんだけどね、うん、あれ言っていいのか、そういうふうにいろいろあった話をあれは激励に触れる何かがあったんだけどね、うん、言っていいのか、それは。まあ、
はい、もう公共の電波が許す限り。ああ、そう。それは、あの、いろいろな人が巻き込まれるから言わないと思う。まあ、プム感からこの絶望感みたいなものがつながっていって、こう、元気がこう奪われていくような感覚。それがね、あの、あるんだっていうところを説明したんですよ。なんでこの説明したかというと、若干ね、そう、今日参加していただいて、夏美さんがね、なんかちょっと元気ないなみたいなところを、マスクなんか心配していたのに、で、それでどうなのっていう話をした中での、この話題になりました。どうなんですか、実際、マスクマンはそれをこう出したっていうことなんですけど、何がきっかけだったんですか。え、まあ、この指を1本にしたり、4本にしたり、3本にしたりする人に長時間ぐつって、トイレ行きたいから電話切りたいと言われていたんですけど、切りたいと言われるぐらいまで、その友人に、そうそう、長時間ぐつを言ったんですけど、で、どうも、あの時はどうもありがとうございましたと思って、エグリスケーキを買ってあげました。はい、ありがとうございました。ケーキ美味しかったです。美味しかったね、よかったね。1時間に10分ぐらい話してたの。そんなせんもん。あ、そうなの。まあ、実際その自分のそのモヤモヤしたこととか、ちょっと気になる言葉を言葉にできるぐらいのエネルギーがあるとそれはできるんだけども、なんか言葉にできないぐらいにエネルギーがないから、どうなるの。言葉にしてもらうしかないんじゃないですか。それは聞く、逆に聞く、うん、聞かせばいいんじゃないですか。今日は多分そんな感じだったよね、確かね、夏美さんがね、うん、今日ダーンってなってダウナーってなって、ダウナーダウナーってなって、洋服がダウニーってなって、何の話。ひどい状態だったんだけど、二人と喋ってたら元気になっちゃった。あ、そうですね、話そう、会話すごい大事だね、会話すごい大事だね。そうで、会話の中でもね、最近もちょっとあったんですけども、やっぱりこのね、僕はこの、まあ、支援する活動ということで障害を持っている方とのお付き合いが結構あるんですけども、その中でもこの、まあ、ご相談を受ける場面とかそういう中で、現実的じゃない話、いわゆる妄想の、ね、形でこうお話をする方について、すごくこれをこう、あ、これ症状が出てるから、あんたこれ現実じゃないから安心しなさいみたいなことを言ってしまいそうな、まあ、相談が結構最近あったんですね。どんな時なのがあったんですか。例えば、そうね、まあ、実際に、まあ、自分を殺される世界一のスナイパーに、これあれあれ、本当にその話じゃないよ、例え話よ、本当の話を言うと、ちょっと、ね、妄想が、妄想が、はいはい、続けて、はい、で、それをこう、もし言われたら、はい、皆さんどんな風な形でそれを聞くの。え、それ違うでしょ、ありえないでしょみたいな形になっちゃう。そこで夏美お嬢様が過去にあった笑えるからお話をご披露なさっておられる。私が実際にあった話は、はい、あの、入院してた時に、うん、ある FBI の、FBI の関係者だっていう女の人が、うん、仕事を紹介してあげる夏美ちゃん、月70万の仕事、あ、でも私にはあのお礼とか全然いらないから、そういう話を熱心にしてきてくれて、月70万ですか、すごいですね、私あんまり働いたこともなかったから、その時あんまり70万あったらどうしよう、すごいですねって言ってた。次の日友達、別の友達に聞いたら、あ、私も誘われたよ、え、で言われたって、月給すごくなかったっつって、あ、300万って言われたんです。え、私の70万って言われたんだけど、その差ね、あのバックグラウンドミュージックがすごく、ね、気になってね、あ、入ってこなかった。そうだね、うん、70万と300万のその差って思って、その差、でもまあ、いろいろ見極められたんですね、私はね。実際、その話があった時に、はい、夏美さんは本気で FBI ね、やったみたいな感じだったの。もう両手で乗っかりましたよ、話には。あ、乗っかったということは、これはありえないけどもっていう感覚はありながらですか。ありえないと思うけど、うん、ありえない、うん、まあ、ありえないとは思った、 FBI、うんうん、だってなんかその人をごめんなさい言っちゃったらなんだけど、全然スタイリッシュな感じじゃなかったから、あ、なんか普通のどこにでもいるおばちゃんの感じだったから、あ、 FBI この人が、いや、でも
そういうのって逆にこういう人がいるのかなとも思ったけど、でもね、やっぱりなんかありえないかな、その時は思った。そうなんだ。でも両手で手放しで乗っかっちゃった。乗っかった。うん、まあね、マスクもこんなものを飲んでるのかな。何でこんなもの、このさっきのフェスティブルで買ったやつかい。そうですね。あ、まあいいや。ネクターのミルキーちゃんの顔が書かれてる電流わけですね。電流ありえない。そうね、まあ違和感があるのもあるんですけども、ね。金山さんとかはどうするの、そういう時。そう、僕がね、この業界入った時にはね、そのありえない話を広げないような形で無視しなさいっていうふうに思われたの、うん、無視なんだ。でも時間が経って別 の, その精神科の先生からそれは逆だよと、うん、それをこうまず無視してしまうと、うん、まあ、妄想の形で現実じゃない話を否定されてしまうと、うん、本人はその現実の世界そのものが、まあ、否定される形と一緒になるから、うん、行き場がなくなって孤立して余計苦しむんだっていう、うん、それはあるかもしれないね。なんか自分の、あるかも。自分のさ、ルールの中でさ、そういうルールの決めてさ、うん、決めてっていうか妄想で決めて、うんうん、ルールの中でさ生きてる人ってさ、なんかそれ否定されたりとか、それが叶わなかったりとか、うん、ポキッて折れた時に死んじゃいやすいと思ってる、私は。ああ、なるほどね。うん、なんていうか、その人にとっては一番大事なことを、うん、頭から否定されたら、それはきついですよね。きついよね。柔軟にそれがこうね、受け止められて、本人がもしそういうふうな形が、ね、悩んでるんだったら、本人の目線で、本人の眼差しで見た世界はこんな風に怖いかもしれないっていうことを想定しながらお話をすると、うん、あ、自分一人じゃないんだなっていうふうな感覚になると思うんだよね。だから、共感力が大切なんですかね。そうね、まあ、頭ごなしにそれは違うって否定して、ポイって投げてしまうよりも、うん、そうだねって、そばにいるだけの方が癒されるんでしょうね。そう、それをこう、まあ、感じながら会話すると、会話が続くでしょ。会話が続くと、さっき夏美さんが元気をもらったような形で、うん、やっぱりある程度自分が誰かとつながった安心感からちょっとゆとりが出てくるよね。やっぱり否定されると拒絶感だけしか残らないですけど、はい、肯定もされないで否定もされないで、その言葉を言ってるだけっていうのはそれだけでなんか受け入れられてる感があるんでしょうね。満足するんでしょうね。うん、不平不満を吐き出して、この夏美さんに2時間半ぐらい不平不満を吐き出したときに、夏美さんは頭ごなしに否定しなかったんですからね。まあ、最終的に夏美さんがもうちょっと勘弁してくれみたいな形で電話をしてくれて、そうそうそう現実的にトイレが行きたいと。はい、ね。まあ、そんな感じで。その前に金谷にも1時間半ばかり話してたんですよ。そんなに、そのダブルパンチで僕はその放送から抜け出しました。じゃあもう聞いてくれた方には感謝だね。感謝でございます。じゃあそんなお二人に捧げる素敵な曲、マスクマン、今日は何を、あ、俺 CD 持ってないよ。あ、CD 持ってない。ドビッシーのアラベスクの2とか2曲目ですよ。2曲目なんて。そうですね、アラベスク第2番ということで、クラシックでございます。はい、この曇りの天気にぴったり。はい、うん、ではお聴きください。アラベスク第2弾です。なんかジャズの音が入ってる。あ、すごい。これは骨伝導しないんだね。こっち夢中だった。あ、そうなんだ。じゃあ夏美、首がすごい動くよ。なるほど。パラ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 。こういう音で頭がくる。いえ、エモいぜ。これに細かいビーツが入ったらエフェクティブという説がありますね。これも結構ディズニー感ではありますけどね。うん、ディズニー感ですよね、これ。ああ、うん、演奏テクニックはめっちゃありますね。なんかドビッシーって人は印象派って言われてまして、この当時のクラシックの既成概念をぶっ壊した人らしくて、このアラベスクもその当時に聴いた人にとってはなんじゃこらだったみたいですね。クラシック
クラシックはこうじゃなきゃいけないっていうのをぶっ壊しまくってたみたいですね、ドビュッシーさんは。その当時の人たちは、こんな音楽は悪魔の音楽だみたいな扱いだったみたいですね。今の耳で聞くと、この純粋にメロディーだけが残っていい曲やみたいな感じになってますけどね。なんかこう、芸術とか表現の評価っていうのは時代とともに変わるんですね。まあ、最終的にはいいものだけが残るって感じなんですかね。そうかもしれない。純粋にこれはメロディーが良かったんですね。曲自体が良かったんですね。こうやって100年、200年経っても聴かれるって素晴らしいですね。すごいね。羨ましいっすね。そうだ、そうだ、話ちょっと戻って、はい、妄想力とか想像力ってすごいじゃない。すごいから、想像妊娠とかってお腹も膨らむんでしょ。うん、それ考えたら超すごくない？すごいね、体が。すごいよね。変わるんでしょ。のフューチャー。あながち嘘じゃないかもしれない。まあ鉛を 0.01g 飲んだら何でも治るって言ったら治ります、治るみたいですからね。これプラシーボって言うらしいですね。偽薬効果、プラシーボです。プラシーボ、はい、CM が入ってもらえるんじゃないですか。こうやったらなんかフェードアウトしていいの？え、フェードアウトしていいの？どっちでもいいですよ。長谷川潤さん、おかんの今日は君がミキサーだよ。あと何分？15。じゃあ最後までかけたらいいんじゃないですか。で俺が決めることじゃないよ。どうぞ好きなよ。そうだね。イエーイ。イエーイ。何分ですか？あと8分ぐらい？うん、あと8分ぐらいで何話しましょうかね。ハッピーアンのアーティ、あ、ハッピーアンカップ店の話しましょうかね。ああ、なんか映像取り返すのですか、今日。そうです。持ってきた？持ってますよ。っていうか置いてますよ、ハッピーアン。じゃあちょっと時間かけていこうかな。はい、お、指パッチン。指パッチン、指パッチン、ギュ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 、かく。ダブルができるんだ、ダブル。ダブルって何？うまっ、うん、うん。やっぱかっこいい。おかん、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 はい。ただいまです。ただいまです。はい、後半はちょっと告知も含めてご案内です。今ピギン天満支店の方で、はい、ハッピーアート展やってます。よろしくお願いします。はい。ぜひぜひ行かれた方はですね、その、コーナーにアンケートボックス準備してますので、はいはい、ご感想も含めてどうぞどうぞ書いていただけるととてもありがたいなと思います。うん、そうそう。でさっきねちょっと話にも出てきたそのイメージして力でちょっと曲を聴きながらね出てるんですけど、やっぱり人が考える力っていうのは現実を作っていくんだなっていうのはやっぱりありますよね、そこはね。ある、そう思った。だからその本人の考えてることを頭ごなしに否定すると現実をこう否定してしまうっていうようなところにつながって、生きるこの環境がなくなっていくっていうことにつながるんですね。そういう病気の方を相手にする方っていうのは大抵職員さんでいらっしゃいますから、うん、職員さんがサービスを与えないでストレスを与えちゃう寛容なんて僕の主治医がおっしゃってましたけどね、まあ、これは具体的なことは言わないですけどね、はい、まあそんなこんなで、今日実は最初にかけるはずの番組の、始まりの曲、今日はこの逆転して後半にかけようかなと、ちょっとずつ流してますけども、はい、という感じです。で、4月来週で、終わりなんですけども、うん、あっという間でした。そういう意味でもちょっとまた改めて今年度ハッピアンのラジオ新たにまたスタートしますけども、また改めて皆さんと、
配信お会いできることを楽しみにしています。もう終わりですか？いや、まだまだ続きますよ。あ、違う、その番組が時間がまだ続くんじゃない？まだありますよ、はい、あと6分、1分ぐらい、はい、うん、ということで、まあ最初に元気なかったの君さんも少しずつ元気戻せて、そう、元気になった。でも、もしかしたらこれから元気かもしれない。あ、そうね、その後落ちるかもしれない。あ、まあ、その時にはまたね、マスクマンにいたずら電話して、うん、はい、マスクマンに、ね、こう電極をビリビリって押し付けてヒー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 。どんな趣味なんだろう。どんな趣味なんだろうね、うん、とある人がそういう状態だったのかな、はい、あ、ちょっと何か金があるな、角があるな、あ、これが、そうだな、やさぐれちゃうな、念に持ちすぎて根腐れしてる、根腐れしてるね、うん、はい、まあ波があってそれはいいと思いますよ。ああ、そう、いい感じで。ああ、そう、ということで、そろそろお時間です。はい、わーわー言うております。お時間です。また来世、はい、また来世。早いセラビーセラビー、それが人生、早い信用終了。終了です。